赤染衛門、全県古日より、赤染衛門、安らわで寝なまし者をさえを吹けて、片吹くまでの月を見しかな赤染衛門ろ。長久二年以後は、平安時代中期の女流家人、大隅守、赤染治用の娘、中古三十六河川、女房三十六河川の一人、赤染衛門は、赤染治用の娘とされる。しかし、赤染衛門の母親が全夫である。 平金森と婚姻していた頃に解体した後、再婚先である赤染家において、赤染エモ門を出産したために、ジップは、平金森との説もある。後に、平金森は、娘の親権をめぐり、元府の赤染事業との間で裁判を起こすが、敗訴している。赤染エモ門は、文章博士、大江正平と、上元年中に結婚する。大江正平と、赤染エモ門は、 おしどり夫婦として知られており、仲睦ましい夫婦仲より、正平ひらえのと呼ばれたという、大江正平との間に、大江高地下、工事重などを設けた。赤染えもんは、源の正信邸に出資し、藤原道長の精細である、源の友子とその娘の藤原明子に仕えており、紫式部、泉式部、清少納言、伊勢大輔らとも親交があった。 正平の終わり不妊にも共に下校し、夫を支えた。また、この高地下の泉守への任官に尽力して、成功させ、病の時には住吉に和歌を奉納し病兵誘に、導いた話など、母としての像も鮮やかである。長言八年関白左大臣、より道歌合わせで。長久二年国伝女五生子歌合わせで。 周囲和歌集以下の直線和歌集に93種が日衆調和元年に夫、大江正平が成去した後は信仰と子女の育成に尽くしたという平安時代中期において活躍した女流歌人として泉式部と並び称されている。その歌風は式部の情熱的な歌風と比較し恩恵かつ天がなる歌風と評価されている。姉妹のもとに通っていた。 藤原道隆が訪れなかったため、姉妹のため、和歌を大作した。現代語訳、代わり、死んであげたい、と祈る私の命は惜しくはないけれど、その祈りが叶い、別れることになるのは、悲しい。息子の大江高地が重病を患っていた際、大江高地家の重病の原因は、住吉神社によるたたりではないかとの話を見分した、ことから、赤染衛門は、 高地下の解放を祈願して、変わらむと祈る命はおしからでさても分かれんことぞ、悲しきとの和歌を、住吉神社の祭殿に奉納した。赤染絵門の高地下への記念が、住吉神社の祭神に聞き入れられ、高地下の重病は根治したという、ありがとうございます。